皆さんこんにちは、エルザです。今回はトラクラを使うならトラストよりも一歩前に出ようとなります。トラストとトラクラの使い分けを最近よくしていますが、スペサブの使いどころやギアで立ち位置が違うように感じますね。特にトラクラを使って動きやすい距離感っていうのがありましたので、まあいろいろ試した中で一歩前に出るっていうことが非常に大事かなと感じました。それを今回は紹介したいと思います。また本題に入る前にですが、このチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。まずトラストとトラコラについてなんですが、トラコラの方が少し前に出ないとサブスペの恩恵を受けづらいっていうのがよくありました。というのもトラストのようにサブによる嫌がらせとスペによる強制力っていうものがないからです。これにより相手がそこにいるかいないかで攻撃の場所が特定できるんですよね。ですがトラコラの場合はスプリンクラーは壊されるため、相手の塗りの邪魔ができ壊されにくい場所に設置するっていう必要が出てきます。こうなった場合トラストよりも前に出てサブを使いやすくする必要がありますよね。設置場所を敵の厄介な場所に置く必要があるため当然なことかと思います。またスペシャルも攻撃範囲に差がありますよね。メガホンの方が無限射程なので場所は選びません。ですがデコイの場合置き場所は非常に重要で、敵が密集または前線に置く必要があるため立ち位置が前にならないといけなくなります。このようにサブスペのことから考えると、トラコラの方がトラストよりも一歩前を意識した動きというのが非常に重要となってきます。トラコラのサブスペってちょっとでも後ろに設置すると弱いですからね。壊されるっていうのが本当デメリットになるので、しっかり使い切れるように押し込むのが大事となってくるわけです。続いてメインの視点で見ていきたいと思いますが、トラクラの方が前目の方がいいのかなと思います。というのもトラストの場合サブスペによる前線を上げる起点や防衛というのがしやすい構成になってます。そのためメインだけでなくサブスペを駆使してその場を維持しやすいっていうのがありますよね。結構動かなくていいっていうのはこのサブスペのおかげっていうのがあります。なんですがトラコラの場合はサブスペで妨害っていうのがメインや味方に依存する部分があります。もちろん防衛自体もサブスペに頼れないっていう一面があるため、ある程度前に出てメインでしっかり捌くっていうことが大事になります。この点を見てみるとサブスペにより頼れないトラコラはメインで敵を圧倒する必要が出てくるんですよね。また足場の管理もしていく必要があるので、メインで倒すことだけではなく塗りも効率よく行うメインの精度が求められます。後ろで塗ったりするだけではメインの性能を引き出せないっていう感じですね。このあたりはすごくスペシャルに依存してるなと思います。まあ、トラストは壊せない、塗れないというサブスペの良し悪しがありますが、邪魔を確実にできる構成っていうのが強みなんですよね。で、それができないトラコラに関しては、一歩前に出てしっかりメインで相手を邪魔して前線を維持するってことは非常に重要となります。これに関してはサブスペの距離感を見てもらうといいんですが、壊れるっていうことを考えると、メインよりもスプリンクラーっていうのは短く飛ぶので、壊しに来た相手をメインで一掃したいですよね。で、デコイチラシの場合はメインよりも遠くに飛ばすことが可能なので、メインとデコイで挟み撃ちにするっていうのが理想となります。この射程のバランスが重要となるので、意外と一歩前に出るっていうのは非常に大事な要素となってます。このことを考えていくと、やはりタブスペはある程度使いこなすならいつもより前に出るのは必要な要素っていうのがわかるかなと思います。トラコラの強みを考えていくと、やはり押し込んだ時は強いなとよく感じますね。これは矢倉の関門などで考えてみるといいんですが、スペサブでその場を制圧できるのはやはり強いなと思います。スプリンクラーは足場の塗りもできますが、何よりちょっとした盾になりますよね。足場を維持しながら盾になるので使いやすいという一面があります。さらに矢倉の上に置いとけばルートの周りを塗りながら進めることも可能となります。デコイチラシも関門周りの高台などのポジションに対して圧力を与えることが可能です。一時的に制圧ができるんですよね。
ただどちらとも射程がメインよりもちょっと長いか短いくらいなので、しっかり前に出て設置できる場所を取る必要があるっていうわけです。メガホンレーザーだったら危険を犯す必要はないっていうところなんですけど、デコイチラッシュだとちょっと前に出るリスクを負う必要があるわけですね。しかもこの前に出るっていうことをしないと押し込みに成功しないので、スペの効果を落としかねないんですよね。なのでなおさら悩ましい部分ってなるわけです。このあたり考えていくと、やっぱバランスは非常に難しいなっていうふうに思いますね。ということで今回の解説は以上となります。メインの性能は変わらなくてもサブスペの影響ってやっぱ大きいですよね。トラコラの時思い切って前に出ると全体的に動きやすい感じだったので、トラストよりも前を意識してみるといいのかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。